皆さんこんにちは、ジャパカナファミリーママです。今日はですね、夏休みの最後のアクティビティ、明日明後日からキャンプに行ってきます。何泊すんだ？ 1、2、3泊4日です。3泊4日で世界的に有名なウィスラーというスキー場があるんですけど、そこのウィスラーの市からまた1時間ぐらいかな、もう少し行ったところにあるペンバートンという市があるんですけど、そこのなんか山奥のキャンプサイトです。で今回ね、そこ初めて行くので、うん、どんな感じかなって感じです。でも多分すごくね、広々としてて、めっちゃ山の中で、もうマジキャンプなんじゃないかなと思ってます。でキャンプってさ、トイレがね、嫌なのよね。ちょっとトイレがほら、ボットン簡易便所っつうのだからさ、ちょっとそれだけがね、キャンプの嫌なとこなんだけど、でもまあしょうがないので、うん、ちょっと頑張ります。嫌な人わかるっしょ。で今日ですね、キャンプの必要なものとかをこうスーパーとかで買いに行ったりとかする、動画になると思います。そうね、3泊でしょ。だからその3泊4日分の食料を持ってかなきゃいけないので、何食べるかとかまだ決めてないんですけど、どうなっちゃうかな。でさ、なんか日本とかでもほらキャンプってすごくここ数年でめっちゃ人気があるじゃないですか。だから日本の方のこうインスタとかいろいろ見てるんだけど、もうすんごいみんなおしゃれなのね。めっちゃおしゃれよね。なんかもうインスタ映えするしさ、ご飯とかも美味しそうだし、あ、いいなとかやってみたいなとか思うんだけど、カナダの人とかって、うちのダダとかね、キャンプって言ったらさ、そんなおしゃれなものじゃないわけですよ。だからさ、私がおしゃれなものを選ぼうものなら、そんなものはいらんっていう感じ。もっと安くていいものがあるみたいな感じで断られちゃうから、うちのキャンプは全然おしゃれじゃないんだけど。で、ご飯とかも、手の込んだものとか、食べたいなって思うんだけど、そんななんか材料とかも持ってくるのも大変だし、超簡単に外で食べれるものが好むわけですよ。だからちょっと日本の方のキャンプとはちょっと違うから、全然参考とかにはならないと思うんですけど、今日はまあお買い物とか準備とかの動画なんだけど、その次にはキャンプに行く動画になると思いますので、ぜひチャンネル登録してみてください。はい、ありがとうございます。ではお買い物の方に行ってきます。今クーラーを買おうかどうか迷ってます。ここはウォールマートに来てますが、どうしよう、これあったかったらいいんだけど、大きいかな。ちょっとこれ買ってみます。So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime.
これ買ったの？ちょっと欲しいかな。帰ってまいりました。明日ですね、またもっとスーパー行ってお買い物するんですけど、今日はなんかクーラーを買ったりとかしてきました。そしてこれも買っちゃった。なんかどうですかこれ？キャンプっぽくない？なんかこれすごいんだよ。顔寄せ付けないテクノロジーがあるんだって。それに惹かれて買っちゃった。もうこれで私はキャンプにレディーでございます。はい、ねえ、たいくん今ね、行ってきたんだよね。あと、あれも買ったんだよね。ファイヤーピット、まあ、山火事とかで、カナダではキャンプサイトでね、本当に焚き火をしちゃいけないんですよ。で、禁止になってて、でもキャンプにキャンプファイヤーがないってダメじゃないですか。それがね、一番の目的のようなもんだから、今回買ったんですよ。ガスでつなげて、こう火が出るやつ。それなら使っていいってことなんで、それでキャンプに行ってきたいと思います。ね。ね。楽しいだね。ね。ということで、今日はそんなお買い物動画でございました。ママの帽子も買ったしね。ちょっと踏まないで。大丈夫、大丈夫。あら、かわいいじゃない。はい、ちゅうことで次の動画はキャンプに行くぞー、っていう動画になると思いますので、また見てください。チャンネル登録もしてください。ちょぽちょぽちょぽちょ、ここでちょぽちょぽちょぽちょ、とママのインスタもやっております。ちょっと見えねえよ。はい、じゃあまた次の動画でお会いします。